ミロアカです。井上真央です。どうも、ノーミルク砂糖です。こちらですね、ドンでたはい。移籍決断ということで、はいはいはい。いろいろ今日も情報出た、出てまいりましたので、見ていただきたいと思います。しお願いします。ミロアカもいっちゃってます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、出てる通り、まずは左の方からいきましょう。はい。平川玲選手、決断10秒岩田。十秒、十秒。はい。 はも、い、ともと平川レジンジ今ねロアーソ熊本の選手ですが、はいまあ、先日移籍の話がちょっとねちらっとこう報道されまして、はい、狙ってるチームが国内外で3チームあると、うん、でそれがジュビロ岩田と、えー、東京ヴェルディとあとポーランドのグルニック・ザブジェというチームだというところに出ておりました。はい、でしたで岩田になったという話ですね そうですね。オ、はい、ーディションこんな感じ。<laughs> ということでございます。で、ただ、ちょっとこのジュビロの話するために、ちょっともう一チーム行かなきゃいけないんで、<う>ジュビロ、あとで戻ってくるから、一旦こっちのチームも見ていきましょう。うほうほうはい、ということで、だからこそのベルディですと。うん、もう、というか、これはもうかなりいろんな複雑な流れがあるなとま思ってまして、森田さん、残留なんですよね。そうなんです、<ー>森田選手がえ残留も決断したとのことで、 多分これ時系列順で言うんであれば、うん、森田君の残留の話がこれ先でしょうね。なるほど。うん。うん、で、森田選手がもともとあのガンバ大阪などなどに狙われていたってところがあったんですけど、はい、それらは全部なしでやっぱりね、えー、自分でしょうか勝ち取ったわけですから、ベルディン残留が決まったと。俺はベルディーファンの方もね、嬉しいんじゃないでしょうか。ですよね。ねうん でその森田選手も狙われていたね。で、森田枠のところで、多分平川君のこと、多分考えたと思うんですよ、ベルディとしては。うん、だから報道の順番がちょっと違うから、あれだけど、うん、森田選手が残留決断したことによって、ベルディが多分平川獲得レースから一歩引いたんでしょうね。なるほどね。で、ジュビロかポーランドって形になって、平川君は、やっぱ自分のことを、うんうん、例えば、めちゃくちゃこう考えてくれたのが、やっぱ岩田だったので。うんうんうん 岩田行きを決断したって流れじゃないかなと思ってもともとジュビロ岩田って平川君だけじゃなくて結局 FC 東京行きが決まったのは荒木亮太郎選手が彼にも触手伸ばしていたんですけど、うん、それは要は平川か荒木ってところだったんでしょうから結構タイプは違いますけどねそうですねまた一応真ん中ができる人っていうところで言う一緒ぐらいですけどなるほど。 いやこれも平川君取れることが決まったから、荒木獲得ですから、岩田は降りて、荒木君はえ東京行きを決断したって流れじゃないかなと思いますね、ここら辺の流れとしては。なんで、トップ下のところはこれでジュビロはもう決まったので、うん、あとはちょっと大津祐貴選手の引退ってところがありましたね。驚きました本当に だから自分のそのねいわゆる高額年俸というところにチームの中でもなってるというのがあるからこそ、若手の選手にもっとお金を使ってほしいとの,その、ねうん、大津選手からのお言葉もありましたから、うん、まあそのお金も活用しながら、いわゆるセンターフォワードの枠、取りに行くっていうことになるんでしょうね。あ大事ですよね、そうだ、うん、ここはちょっとまだ大変で、<ー>もともとついこの間までセンターフォワード4人いたんですよ、ジュピロ。 はい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 。で、あのー、後藤圭介君がベルギー行き。うん、で、えー、ファビアン・ゴンザレス選手が満了。うん、で、大津選手がインター。ということで、一気になくなってしまったので。これは当然、これは優先度高くもう探して話もしてるわけでしょそうですなんかブラジル人選手の獲得があるんじゃないかとか言われてますけど、<ー>まあまだ決まってないですが、ただ一人だけ取ってもちょっとしょうがないというか、もう二人、三人取らないとちょっと足らないって感じなので。 ちょっとこれ、獲得、動くでしょうね。あともう一つ、まずジュビロをですね、ちょっと想定外なことがきっと起こったんだなと思いますけど、ほうほうあの、ゴールキーパーの梶川雄二選手が、うん、今あの、鹿島に狙われているという話が出ました。なん<ー>で,でかというと、もう事の発端はやっぱりこれね、あのジュビロじゃなくて、エスパルスがプレーオフでもしかして敗れたことっていうのが、多分事の発端になっていて。へー あのプレーオフで清水で守ってたあの大久保選手の満了を、いわゆる権田選手の2番手枠が空いた、そこに鹿島の沖選手が行くんですって、完全遺跡で、沖友田選で,でそうすると鹿島としても早川の2番手枠が空いた、それでこの梶川選手を狙いに行くって話だ模様と。おお、なるほど。 ただ、ジュビロもこのゴールキーパー、まあ、梶川選手がこれ鹿島に行く可能性ありますけど、八田、うん、選手が引退っていうのがもともとあるので、うん、で川島エイジ選手取ろうとしてるって流れがあるんだけど、もし川島選手取れなかった場合、ちょっとゴールキーパーが足らなくなってくるってところがあるから、ちょっとジュビロはセンターフォワードとあとゴールキーパー、誰取るの話っていうのがこれからまたある、うんで、ほか、ね、は結構もうぎゅっと詰まってる感じなんですか、うん 程度はもう人材としては確保できてるかなと思うのであのポジションいくぐらいだったらちょっとセンターフォワードとキーパーが優先順位は高いのかなとはセンターフォワード全然わかんないしねどういうタイプが来るのかとかねこう,、ね、ういう繋がりで来るのかとかね、うん、まだ現状わかんないからもしかしたら年始にこのままだと突入するかもしれませんけどまあちょっと注目しておきましょうとうん、うん、はいいうジュビロとそしてベルディンの話でございましたはい、うん てかあとだから、ちょっと補足でもう一個入れたいんですけども、はいはい、平川君、もともと狙ってたわけですよね、ポーランドのフルニックザブとか、もしかしたら日本人違う人にターゲット変えて、またち、ね、そういうリストアップはあるんじゃないかと思うので、あこのトップ下のポジション、はい、でってことですかなんで、海外移籍っていうところまだまだ動きはあるでしょうから、うん、そっちをまた注目していきたいなるほどね。 そして続いて今度、こっち行こうかな。はい、えこちらも表紙の右側にいた方ですが、こちらびっくりでしたね。はいえー、浅川隼人松本山がへ。おお<ー>、えー、はいはい、奈良から。そうなんですよ。ーへえそっか。はい、えー。まず松本の話で言えば、まあ、アウトの方ですよね。うん、えー、今年の J3 特点王の小松蓮選手が秋田に行きました。う これ J1、J2、いろんなチームでの,その獲得競争になってるんじゃないかなっていう、そわ噂はあったんですけど、はい、あれなんですよね、小松選手、なんで秋田にしたかって言われたら、今、秋田のコーチの方1人、臼井さんって方いらっしゃるんですけど、えー、小松君って、もともと松本の下部組織出身なんですが、彼がその松本アンダー18にいた時の監督さんが。 そのの秋田コーチなんですよ多分そういう流れから自分のことの使い方分かってくれてるからってのでたぶった可能性高いんじゃないかなってこと思うん、なるほどね。でも松本としては当然ながら今年残念ながらその昇格を勝ち取ることができなかったのにそれプラス得点王が抜けるっていうふうになったらまあそれは得点力ある方々連れてこなきゃいけないでしょう、うん、なるほどまあからっってこことだったんですよ、うん、これね。 で相模原からかな、ね、安藤翼選手の通り、かったもんそうですね、で、うん、浅川選手取ったので、だからこの2人で25点クラス取れる2人だと思いますから、うん、小松蓮1人分をこの浅川、安藤で埋めていくという流れになるんじゃないかと思いますと、うん、なるほど、はい、えおそらく松本なんですがもうあの、全員を残留させるってことは、多分ちょっと厳しかったんじゃないかなと思っていて。うん 見る若の,ミルカのねデータアワードとかでもいろいろ話させていただきましたが松本、実は個人スタッツで言うんだったら高い選手がめちゃくちゃ多かったそうですよ。んなんで、多分ん J1、J2 クラスから結構オファーはあった方々多いと思っていて特にやっぱ重要視しなきゃいけないのが得点王小松連でアシストは菊井選手でしたからさすがに両方とも残すのは難しかったでも片方、菊井選手は契約更新されたので。うん なんで、まあ、彼がいた上で得点力ある方を前に据えることができたら大丈夫って、たます、うんね、もうスタッツ的によくて、ね、順位があっていうのは、何がやっぱり一番足りなかったと見てますかこれはね、はい、僕は松本、まさにさ、J1 ぐらいお客さん入ったんですよ、うん、やっぱり。うん、もしかすると J3 の他のチームの方々的には、その松本の応援っていうのが、ある意味では。 ちょっと嬉しかったみたいなこととかってあったりしない手のパワーをちょっとテンション上げてしまった。<laughs> そ,うそ,うそうそうそう。だかこういう守備でいうと、スタッツは守備があんま良くなかったっていうことなのかな。でも、ね、結構いい数値出し,てました、ね、てうすよね。そう、全体的に良かったので。ので,で破れてるのか。そうなんですよ。ね、ちょっともう捨て身であっても、そ,っってね、そうですね、<ー>相手は来てたのかなと思うので。 あとはもう松本としては今のスタッツっておそは恐らく J2 に昇格というよりもやっぱり J1 に戻ろうって流れで多分やられてると思うからチームをしたくないわけでしょう、言ったら。なんでもボールも保持しつつ、相手からもボールも奪いつつっていうまあ今ね本当トータルな流れでえこれからも多分松本はこうでチーム作っていくと思うので取るっていうか守る方が今遺移籍は大事なんですかね。 大事だと思いますね。はい。なので若でどれだけ残せるか注目していきたいと思います。はい、は,いは,いはい。そしてえ今日のラストでございます。はい、柏レイソルの話い、えー、というところでございます。うん、えー、レイソルなんですが、まさ今ちょっといろんな噂がちょっと飛び交っておりましてですね。はい、まずはあの皆さんご存知あのホスヤマ君が海外に行くかどうかみたいなところ。うん、そうですね。 うん、ただね、俺、これ、残るんだなーって、ちょっと思っておりますあそうはいで残ると仮定すれば、いろんな流れが分かりやすくなるなと思っております。はい、何かというとなんですけど、はいえー、びっくりなのが今、この柏レイソルから徳島にレンタル移籍で出していたあのフォワードの森海人選手。うん

その理由としてやっぱり清水としては、まあ、チヤゴ・サンタナ選手がまあ抜ける可能性っていうのがもしかしたらあるのかもしれないなと思うし、うんうん、横浜市もともと小川幸喜選手が夏にオランダ行っちゃったってそもそも流れがあるので、うん、ストライカーポジションをどうにかしなきゃいけないっていうのもあるんですが、うん、忘れちゃいけないのがまさ、皆さん。 あの今回、今レイソルでもすでに2人出てるんですけど、フォワード、ドーグラス選手とセンターバックのブエノ選手がすでに満了となっておりまでおそらくこれからまた出そうなのが、うんえー、フォワードのフロート選手だとサイドバックのジエゴ選手、うん、彼らに関しても,もしかしたら満了のリリースが出てもおかしくはないかなと思っていて、いわゆる居住非居住ですね。はい なんで、清水としても、えー、外国籍選手が多いですし、横浜石も多かったりするので、居住、居住問題で外国籍選手がもしかしたら全チームいなくなってしまう可能性はある。うん、で、そこに、えー、もう J2 で2桁どころか20点ぐらい取りそうな選手をやっぱり連れてきてって、どれだけお金かかってもいいからっていうので、J2 の中でもお金持ってる清水、横浜石がその森君を狙ってるみたいな流れなんじゃないかなって思うんですよね。うん いや森君としては戻っても、やっぱり細谷選手が残ってるっていう風になったら、多分細谷君がファーストチョイス、セカンドチョイスでの森君になっちゃって、光になっちゃいますから、なるほどという流れから柏に戻る決断ではなく、移籍っていうことも考えてる可能性はあるだろうなというところでございますもう一方としては、レイソルとしても、多分森君、戻したかったんだけど戻せ、ね、戻せなさそうってうのがあるので、はい、今、狙ってるのは京都から木下康介選手を取ろうとしてるという流れもあるうんあそうですか。 だったら森くん戻してくれよってちょっと思うんですけど。うんまあだからもしかしたら裏でそういう話があったのかなと。なるほど。で、今言った通りですが森くんが戻ってこない。プラスフォワードの外国籍2人が満了の可能性。あとは天皇杯得点王の眞家選手がちょっと長期離脱になってしまったので、単、うん、4人フォワード抜けちゃうってところがあるから、うん、1>, 1人誰か持ってこないとちょっとやばそうっていうところで狙ったっていう確率はあるのかなというところでございます。なるほどですね。 はい。野さんがじゃあ残ることがもう決まってるっぽいですね。その、あのから言うとね。ですね。じゃなかったら、その森くん戻さないって流れになってるのが、ちょっと変だなって感じる部分ですから。うん、なんで森くん戻ってくるのはやっぱり星野くんは遺跡かなともちょっと思うんですけど、まあそこいうふうにかけたら、まあ単純にかけて分かりやすい事象なのかなとちょっと思っております。うん、そういう流れっていうことですね。分かりました。そうですね。はい、ということで今日は、ジュビロ。 ベルディ、そして松本山がプラスレイソルの話をさせていただきました。わ、うん、かりました。ありがとうございます。伊勢きななでしたは、ね。はい。はい。もうこういうあの伊勢関係扱ってる人たちっていうのはもう年末も年始もないわけですか？うん、ないですね。お正月クリスマスだからちょっと電話出ませんとかないわけですか？<laughs> それはないでしょうね。元旦はちょっと電話しないでよみたいなないわけですか？今 <laughs> 年は特にないと思います。 代表戦がやっぱりあってしまうので、やっぱね、見に行かれる代理人さんとかも多いらしいですここでもしかしたらまたいろんなクラブ関係者だとかも現れて、いろんな遺跡の話も進んじゃうなんてこともあるはい。はい。わかりました。ありがとうございました。とい,したということで、また教えてください。最新情報をまたやってまいります。見ることは毎日やってるんです。チャンネル登録ね。よろしくお願いします。お願いします。はい。以上、ね、までございました。どうも、ミルサトでした。ありがとうございました。それではまた、じゃあねまたね